ボーイング747ボーイング747から400ボーイング747から400日本航空の B747 から400ボーイング747から400はボーイングの B747 シリーズの旅客機でありいわゆるハイテクジャンボであるこのモデル登場以降これより前のモデルは747クラシックと呼ばれるようになった ノースウェスト航空の747から400初号機この機体は後に方向蛇の故障を起こすが無事生還。1970年代初頭に就航したボーイング747はそのキャパシティは他に追随するものがなく旅客航空の新しい時代を切り開いた。1980年代中頃を過ぎてもなおそのキャパシティの大きさは揺らぐことはなかった。 しかしマイナス100型、マイナス200型、マイナス300型へとモデルが進化しているとはいえ、2回客席部が延長されたマイナス300で外観は大きく変わったものの、コックピットやエンジン、客室内装などはあまり進歩せず、1980年代末から1990年代、初頭に就航すると見込まれるエアバス A340 や、 マクドネルダグラス MD-11、あるいは自社の767と比較しても、技術や経済性など旧式化した点が目立つようになった。そこで今までのクラシックな747に最新の技術を投入し、新世代機として蘇らせようと開発されたのが、ボーイング747から400である。1984年9月に開発計画は、 発表され、1985年10月に、ノースウエスト航空が、ローンチカスタマーとして10機を発注。日本航空747から400客席部が、延長されたマイナス300系をベースとし、主翼端へのウィングレット装着や、胴体と主翼の取り付け部に、空気抵抗を低減のためのフェアリングを追加するなど、空力の徹底した見直しや最新型の低燃費で、 ハイパワーなエンジンへの変更、コックピット等操縦系統の変更、キャビン内装のデザイン変更など、各部に最新の技術を反映したものに変更された。1989年2月より、ローンチカスタマーのノースウェスト航空に納入され、運航を開始し、日本航空の44機をはじめ、ブリティッシュエアウェイズ、ルフトハンザドイツ航空などのフラッグキャリアの 主力機として広く運行された。なお、マイナス400型と747クラシックは、しばらくの間どちらも発注することができたが、747クラシックは1990年に納入された機材を最後に生産終了し、生産ラインはマイナス400型に完全移行した。その後、マイナス400型は1990年代から2000年代初頭にかけて、 販売数を伸ばし続け、長距離国際線の主役的存在になった。カーンポルックス747から400回21世紀に入ると2001年に発生したアメリカ同時多発テロ事件による乗客減少や、ほぼ同等の座席数で燃費に勝るボーイング777から300型機の納入促進などを受けて、旅客型はそれまでの受注の勢いは影を潜め、 2004年以降はジャンボ王国とも称された日本からの受注も打ち切られた。2005年にローンチした発展型であるボーイング747から8の開発を機に受注停止を決定し、2009年9月にはボーイング747から8回のロールアウトと入れ替わるように航空会社からの受注分の最後の引き渡しが完了し、生産終了。なお、 ボーイング社ではマイナス400型の生産終了をもってマイナス8型に生産ラインへの移行が完了した。ブリティッシュエアウェイズ747から400、運行開始から20年たち経年化が進んだ2000年代後半以降には多くの初期導入航空会社でより燃費がよく運行費用の低いボーイング777やエアバス A330、 中でも長距離国際線においてはボーイング777から 300ER などへの代替が進んだ。最初期に導入した一社であり、一時は世界最大の運行機数を誇った日本航空から2011年2月に全期退役したほか、シンガポール航空も2012年3月25日で定期運行を終え、同年4月6日のシンガポール香港。 シンガポール船フェアウェルフライトをもって引退した。全日空は使用を続けたが、日本航空から遅れて3年後の2014年3月31日に、ニュージーランド航空は2014年9月をもって定期便の運航を終了。キャセーパシフィック航空も2016年10月に全期退役している。デルタ航空やユナイテッド航空においても2017年に全期退役した。 2018年10月31日、日本貨物航空の B747 から400回が、この日の営業運航便をもって、全機体駅し、かつて日本の空の主役となっていたマイナス400型は、価格含めて、完全に、日本の航空会社から消滅することとなった。さらに、日本国政府専用機の B747 から、 400が2019年3月31日をもって B777 から 300ER 型機に引き継ぐ形で退役し、日本籍の B747 から400型機は、過客含めて完全に姿を消した。なお、ブリティッシュエアウェイズは2019年1月に、ボーイング747から400型の残りを前期2023年に引退するまでに、 英国海外航空をはじめとする、旧塗装にすると発表した。しかし新型コロナウイルスの影響により2020年に即退役させることを発表された。また新型コロナウイルスの影響で、KLM オランダ航空を筆頭に、各旅客型 b 747から400、保有会社が続々と退役を発表、退役させた。ハイテクジャンボを象徴する。 グラスコックピット基本的な外形は747から300と変わらないが、アビオニクスや主翼、エンジン、客室内装備に変更が加えられている。主翼端の延長とウィングレットの追加、主翼根元のフェアリングの改良により空気抵抗を減らした上、水平尾翼への燃料タンクの追加設置と、最大で陸重量の増加によって搭載できる燃料も増やされた。また、 エンジンもより新しい勾配パス比、ターボファンである、ゼネラルエレクトリック製の CF6 から80や、プラットホイット2社製の PW4000、ロールスロイス社製の RB211 から 524H へ換装され、燃費、水力とも向上。これらの改良により、航続距離でマイナス 200K を上回る性能を備えた。コックピットは大幅に電子化。 大型機でありながら航空機関士を廃止、機長、副操縦士の2名の運行可能。大型ワイドボディ旅客機及び4発、エンジン旅客機として、初の2人乗務機である。左の主翼下に、エンジン運搬用のパイロンがある。ボーイング747から400には、いくつかの派生型がある。デルタ航空移籍後のマイナス400初号機動機は2015年9月9日を、 もって、退役2017年より、デルタ航空博物館にて展示。生産国のアメリカでは、1989年2月に、最初に運航を開始した、ローンチカスタマーのノースウェスト航空の機材は同社を、吸収合併したデルタ航空に引き継がれている。ほかユナイテッド航空は運航。なお、ユナイテッド航空では、 日本船の多くを 777-200ER の,の、ER、に変更している。エンジンは P&W 製の PW4056。日本航空では日本の航空会社としては最初となる1990年に導入し運航を開始した。エンジンは GE 製 CF6 から 80C2 倍と1回。JAL では747クラシックにおいて 長らく P&W 製の JTQD-7 シリーズを一貫して採用し、その徹底ぶりは本来 CF6 エンジンが、標準のマクドネルダグラス DC-10 も JTQD 装備の -40 系を導入するほどで、あったが、-400 では、GE 製に切り替えた。JAL の GE 製エンジンの導入は1970年に、コンベア880が退役して、 以来20年ぶり。また、全日本空輸も JAL に次いで1990年に導入した。エンジンは JAL と同一の CF6 から 80C2 バイト1回を装備する。なお、日本エアシステムも導入する予定であったが、その後これをキャンセルし777から200を発注した。他、GE 製エンジン機を採用しているのは、ルフトハンザドイツ航空。 エールフランス、カルーダインドネシア航空など。カルーダインドネシア航空も日本航空と同様に747クラシックでは P&W 製エンジンだったが、マイナス400では GE 製エンジンに変わる。一方、マレーシア航空、シンガポール航空、大韓航空、LR イスラエル航空では P&W 製、PW4056。ただ、 マレーシア航空は初期に導入したマイナス400、コンビのみ、GEE 製。ブリティッシュエアウェイズ、キャセイパシフィック航空、カンタス航空、ニュージーランド航空などのイギリス連邦系及び、旧イギリス連邦系の航空会社では、ロールスロイス社製、RB211 から524を装備する。ただし、ニュージーランド航空のマイナス400の場合は、初期導入は、 RB211 から 524G を装備するが、後期導入機に関してはリース会社経由の導入という理由から G 製 CF6 から 80C2 倍と1回装備機に変更された。なお、世界で通算1000機目の747となったのはシンガポール航空のマイナス400型であり、これは超大型機旅客機部門としての初の開挙である。 さらに2006年には通算1500機目の生産を達成した。2008年1月現在、世界で最も多く747から400を所有している航空会社はブリティッシュエアワイズである。新規発注は2002年11月28日にチャイナエアラインから4機の発注を受けたのが最後で、ボーイング747から8がローンチしたこともあり。 2005年4月26日に同社に引き渡したことを最後に受注及び生産を終了した。総生産機数は、工術する747から 400M 型と合わせて442機である。2011年時点では、一部の航空会社で747から400を退役させたり貨物化回収しており、この型の後継として七十七から三百 e r エアバス A380 などを導入している。日本では JAL と ANA が導入したが、JAL では2011年3月1日のホノルルからの成田行、JL75 便と那覇からの成田行、JL3098 便の運行をもって前期が退役した。タイムテーブル上のラストフライトは75便であったが、当日は75便3098便の順に到着した。 ANA では2011年1月3日のパリ発、成田業の NH206 便をもって定期便での運航を終了した。その後は、スタンバイ機材として、チャーター便などで運航されていたが、同年3月21日、スペシャルツアー、ANA 国際線をおかげさまで25周年ジャンボ機で行く、グアムチャーターの一環で行われた。 グアム発ガリタ業の NH1987 便がラストフライトとなり、このフライトをもって同社での営業運行を終了した。定期便そしてチャーター便のラストフライトに運用されたのはいずれも機体記号 JA8958 であった。価格混在機。747から400コンビとも呼ばれる。胴体後部側面に貨物用のドアが付く仕様。 1989年6月30日に初飛行。ローンチカスタマーは KLM オランダ航空。2002年4月10日に KLM オランダ航空に引き渡したのを最後に生産終了となっている。他にアシアナ航空、ルフトハンザ航空、エールフランス、大韓航空、中国国際航空、エバー航空などが導入したが、2015年1月5日をもって、 エヴァー航空からは引退。KLM オランダ航空の747-400、通常型の定員が408名なのに対し、-400M 型の定員は268名となっている。JAL の747から 400D 型、ANA の747から 400D 型 D は、ドメスティックの略で、 ボーイング 747SR-100 型と同様に日本の JAL と ANA のみが発注した日本国内線専用仕様。初飛行は1991年3月15日で SR-100 型と同じく JAL がローンチカスタマーとなった。短距離、多頻度運行を実現するため胴体や床面の構造を強化しているほかシートピッチを詰めたり、 ギャレー部分を減らして座席数を増やしている。短距離の路線では燃費低減の効果が少ないことと全幅の増加による中期場や誘導路の使用制限を避けるため主翼単のウィングレットはない。1995年末までに JAL 向け8機と ANA 向け11機の計1 9機が製造されたが、後術する改造によって2機増え21機となった。前期。 CF6 から 80C2 エンジン。マイナス400型とマイナス 400D 型の間で、基本仕様に大きな差はないため、相互改造が回数制限こそあるものの可能で、ANA により4機6回の改造実績がある。その中の2機の JA401A、JA402A はマイナス400からマイナス 400D 型に転用したものである。 この2機は純正のマイナス 400D 型と比較すると、アッパーデッキのポートサイドの窓が2つ少ない。一方、他の2機の JA8955、JA8957 は、もともとマイナス 400D 型として引き渡されたので、国際戦使用時は、この独立した2つの窓は埋められていたが、国内戦転用後に、再び設置された。JAL が、 かつて運行していたマイナス 400D の座席数は当初はスーパーシート24席、普通席544席の合計568席2004年以降はクラス J80 席、普通席466席の合計546席。ANA が運行しているマイナス 400D の座席数は当初はスーパーシート27席、 普通席542席の569席2008年以降は、プレミアムクラス23席、普通席542席の合計565席で、あるが2002年夏に2機の全席を普通席に、改装し594席で2ヶ月間運行した実績を持っており、旅客機の座席数の記録としては2015年11月まで破られなかったが、 モノクラスとしては2017年2月現在も世界最多の記録は破られていない。なお、ボーイング社の文書によれば最大座席数は624席とされている。1995年12月に ANA に引き渡したのを最後に生産終了。総生産機数は19機。JAL が運行していたマイナス 400D 型は2011年2月18日の 那覇初羽田行きの JL914 便を最後に定期便としての運行を終了した。そして同年2月19.20日に退役ツアーが実施され、これが JAL における747から 400D 最後の優勝飛行となった。一方、ANA が運行しているマイナス 400D 型は当初2015年度まで運行を続ける予定であったが機材更新を前倒しし、 2014年3月31日の那覇発羽田行きの NH126 便をもって全機が退役した。この退役により日本の航空会社から旅客運航用の747は消滅した。日本航空においては現行塗装をまとった機体全日空においては現行のインスピーレーションオブジャパンのタグラインがついた機体は登場しなかった。 日本の航空会社での運用から退役した後は中古機として購入希望あるいは貨物転用等と運航利用する航空会社は極めて少なくスクラップや部品取りが多い。この方は747在来型では SR 型と同様に短距離国内線運用が主であることで着陸頻度が多くなる。それゆえ 国際線仕様のマイナス400型機に比べて、機体の使用による疲労が必然的に激しくなることが一因として挙げられる。JAL の747から400回、極限まで低燃費にするため、塗装を削って、機体重量を下げていた747から400型の貨物機バージョン。アッパーデッキを延長すると重量が増加するほか、アッパーデッキ下は天井が低くなっており、 これを延長すると、貨物溶石も減少する。貨物型においては、アッパーデッキの延長によるこれら弊害の方が大きい、ため、マイナス400型でありながら、マイナス200型と同様のショートアッパーデッキとなっている。ウィングネット追加、アビオニクス変更など、他の部分はマイナス400型に準じる。日本の貨物航空会社においては、 従来747から200型を貨物機に改造したマイナ -200F を使っていたが、老朽化や長距離路線の拡大などの理由で順次、マイナス400回型を導入。アジアでは、マレーシア航空、シンガポール航空、キャセーパシフィック航空の貨物部門が導入しており、日本では最初に日本貨物航空が導入した。続いて、JAL の貨物部門も導入している。 アメリカでは、ポーラーエアカードが GEK リース会社を通じて新規導入を図っており、老朽の747クラシックを放出させるという。また、アトラスエアについても、マイナ -200BSF の取り替えで順次導入する見込み。そして、ユナイテッドパーセルサービスも対空時間切れ寸前の747クラシックとの痴漢、えとして、 GK のリース会社を通じて導入する。この747クラシックの中には元、JAL の SR も含まれている。ヨーロッパでは、ルクセンブルクのカーゴルックス航空が、最も多く、10機のマイナス 400F を世界規模の路線で運行している。エンジンは、初期導入機は CF6 から 80C2 バイト1回を、後期導入機はロールスロイス製。 RB211 から 524HT を装備している。この RB211 から 524HT を装備するマイナス 400F は他に、キャセイパシフィック航空が運航している。747から400回方は旅客型とは異なり、エアバス A380 のような対抗機種は存在しないため、民間大型貨物機部門では、 史上独占状態にあった。2009年5月27日、ボーイング747から8のローンチもあり、日本貨物航空に引き渡したのを最後に受注、及び生産を終了した。総生産機数は126機。747から400型の航続距離、延長型。初飛行は2002年7月31日。 当初は747から 400X、後にザロンガーレンジ747から400とも呼ばれた。外観上は従来のマイナス400型と変化はないが、最大で肉重量が従来型に比べ3万5000ポンド引き上げられて91万ポンドとなり、操縦席のコンソールには新型の LCD パネルが採用されている。また、胴体や主翼部分も、 構造強化され、エンジン出力も強化されたほか、タイヤも従来よりも体型のものに変更された。これにより、従来以上の大量輸送が可能になったほか、従来と変わらないペイロードであれば、その分搭載燃料を増やして、航続距離を500マイル伸ばすことが可能となった。2000年11月に、オーストラリアのカンタス航空から6機が発注され、2002年より量産を開始。 同年10月31日に第1号機が同社に納入された。2009年11月をもって、マイナス400型シリーズは生産終了となったため、オペレーターはカンタス航空のみとなった。総生産機数は6機。2020年、カンタス航空では同年末をもって退役することを予定していたが、同年に、 世界的に流行した新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあり、退役を約半年前倒しする形で7月22日にシドニー発ロサンゼルス行9回7474便を最後に退役した。これにより、世界の空から旅客型の747から 400ER 型機は完全に姿を消すこととなった。 747から 400ER 型を元にして、2001年にエールフランスの発注により開発された貨物機。初飛行は2002年9月。外観はマイナス400回型と同一であるが、コクピットで一部アナログ部分がデジタルに切り替わっている。マイナス 400ER 型が受注に苦戦しているのに、対し、本形式は、好調な国際航空貨物の需要の伸びに支えられて、 世界各地の貨物航空会社から受注があり、747から8回の開発への後押しとなった。2009年11月10日、ボーイング747から8のローンチもあり、クウェートのロードエアカーゴに引き渡したのを最後に受注、及び生産を終了した。なお、これをもって、新規受注分のマイナス400型シリーズがすべて引き渡された。総生産機数は40機。 日本貨物航空が運用する予定となっていたが、同社の都合により、キャンセルとなり、日本の航空会社で運用されることはなかった。20から1101日本政府が1993年から使用している日本国政府専用機 AL-1A 日本国政府は、1991年に2機のマイナス400を日本国政府専用機として調達した。 この機体は導入当初は総理府に所属し、JA8091 と JA8092 の機体記号で登録されていたが、翌1992年4月1日には航空自衛隊に移管され、防衛庁の軍用機扱いとなったため、民間機での登録は抹消されている。総理府所属時から航空自衛隊により運用、管理されている。英語の正式名は、 ジャパニーズエアフォースワンである。エンジンは、JAL や ANA と同一の CF6 から 80C2 バイト1回を装備する。また、機体の仕様そのものは JAL 所属機と共通である上、同社の運行や整備のノウハウが高い評価を受けたことから、重整備や運行支援、乗務員の教育は、他に契約を希望する企業がなかったために、JAL が随契約で受け負っている。 2014年には日本国政府専用機の後継機としてボーイング777から 300ER 型機が選定された。アメリカ空軍は弾道ミサイル防衛計画があり、ブースト段階の弾道ミサイルを破壊するため、-400F を回収して機種に大出力レーザーを搭載した AL-1A の試験を続けている。また、C-33 の名称で、 輸送機型の提案が行われたが、採用に至らなかった。大韓民国空軍は2010年、大韓航空所有のマイナス400を一気リースし、政府専用機として運用を開始した。通常運用しているボーイング737から300の老朽化及び航続距離の問題により、後継機導入までのつなぎとして使用している。しかし翌年の2011年に、 空気吸入口が故障したため、今でもボーイング737を併用している。民間からのリース機材であるため、軍用の機体記号ではなく、大韓航空時代の機体記号のまま塗装を変更して運用されている。JAL の747から400バイト CF 旅客機、転用型貨物機で、改造後初飛行は2005年10月5日。BCF とは、 ボーイングコンバーティッドフレイター、ボーイングコンバーテッドフレイターの略である。当初は SF と呼ばれていたが2005年度第4四半期頃、現在の故障に変更された。ボーイング社は2000年代前半時点で運用されている貨物機の3分の1が旅客機からの改造機で、この傾向は今後も続くと予想し747から400型に、 ついても転用プログラムを開始した。747から400及び747から 400M 中古機に機体側面部貨物搭載用ドアを装着するなどして貨物型に回収する。極力747から400回に使用を合わせ所有する航空会社の運用効率を考慮している。747から400回との主な違いは外見上は ロングアッパーデッキがそのまま残ることと、機種部分のローズカーゴドアがないこと、性能面では最大積載量と後続距離が若干劣ることである。ボーイング社との委託契約のもと、中華人民共和国のアモイ市にあるアモイ太鼓引き工程で回収作業が施行される SCD とその周辺部位は、 日本の三菱重工業で製作されており、キャセイパシフィック航空や JAL など多くの航空会社が導入している。なお、JAL の機体は2010年をもって全機体役した。また、キャセイパシフィック航空の改修1号機は2011年7月以降、子会社のエア香港で運航されている。 中国国際航空の B747 から400バイト DS 回747から400バイト CF と同じく旅客機転用型貨もつき。イスラエルのイスラエル航空工業、ビデックアビエーショングループが独自に提供する改造プログラムでボーイング社の純正プログラムと分けて BDSF と呼ばれる。中国国際航空、アシアナ航空やエバー航空などが導入している。 747から400リットル CF 通称、ドリームリフター。ボーイング787の部品を輸送するための機材として、従来のマイナス400を大幅に回収、改造した仕様であり、むくんだように膨れ上がった機体が特徴。エアバス A380。ありがとうございます。